いよいよ始まる夏の甲子園、高校球児の汗、流した涙、一生懸命高校球児も頑張っています。それでは VTR 行きましょう。探求探知探探信。はい、どうもこんにちは。はい、このチャンネルは兵道哲二の一人休みのチャンネルというチャンネルで、今まで選抜の甲子園の解説動画とかいろいろ上げてました。これから夏の甲子園に向けていろいろ高校野球についていろんなことを上げていこうかなと思います。どんどん夏が近づけば近づくほどね、地方大会から、優勝予想などいろいろ予想していきたいなと思っておりますので、もしこのチャンネルで、ね、高校野球好きな方たくさんいたらね、もちろんチャンネル登録お願いしたいんですが、一応僕芸人やっておりまして、はい、いろいろね野球とは違うお笑いの動画もなんか上げていきたいなと思ってるんですが、今は野球中心として頑張っていますので、もしよかったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。はい、ということで今日は何をするかと言いますと、サムネとタイトル見てくださった方はわかると思うんですが、今日は夏の甲子園が始まる前にまずはこちらを動画を撮りたいなと思いました。それがこちら。はい、夏の甲子園全国学校別優勝回数ランキング。はい、ということでね、まあ、こんな感じで、全部の紹介はできないんですが、優勝回数、もう1回を入れたらとんでもない数になりますので、優勝回数、夏の甲子園の優勝回数が2回以上のチームのみ紹介したいなと思います。同率で第8位がいっぱいいますので、そちらからじゃあ順番に発表していこうかなと思います。はい。それではまず、同率の第8位、優勝回数2回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、13個います。で、そのうちの9個だけ、ホワイトボードに書けなかったので、9個だけ書きました。そちらの9個がこちらです。はい。第8位、入賞回数2回。まず、横浜高校、東海大相模、天理、帝京高校、日大三、高松商業、駒大苫小牧、習志野高校、作新学院、そして他4個います。はい。こちらが夏の優勝回数2回、している高校ですね。もう、ここまで来たらどれも聞いたことある高校だとは思うんですけど、まあやっぱりこの中で一番ね、記憶が新しいといえばやっぱり、横浜高校の松坂大輔投手のね、松坂さんの素晴らしい春夏連覇、あの優勝が誰しもが思い浮かぶんじゃないんでしょうか。あとそうです。僕が思い浮かぶし、やっぱり駒大苫小牧ですかね。僕が田中マー君世代の88年世代なんですけど、僕が高校1年時と2年時に優勝した高校が駒大苫小牧なんですよね。見事夏の甲子園2連覇っていうね。で、僕ら高校3年生の時に3連覇するのかっていう時に、決勝で、ハンカチ王子に負けるという。優勝、優勝、準優勝と、これもすごい成績ですけどね。駒大苫小牧、その時ね、惜しかったですね。これを1回優勝してれば1個目のランクに来てたんですが、優勝は2回ということで。はい。あとはね、もう、奈良県の天理高校も強いですし、東京の帝京、そして東京の日大さん、それから最近では東海大相模も優勝しましたね。小笠原くん、サウスポーの小笠原くんもしてね、2回優勝しています。古豪の高松商業、作新学院、そして千葉の習志野とかもね、こちらランクにしております。こちらが優勝回数2回ですね。はい、第8位です。知ってる高校は皆さんありましたか？もし地元のね、自分の県の高校とか出てたらね、喜んでください。喜んでくださいもおかしいな。まあ、何でもいいです。はい。そして第6位になります。同率第6位が、優勝回数が3回。もうここからは至難の技です。はい。優勝回数3回。こちら2校あります。こちらの2校が、こちら。はい。第6位、優勝回数3回で、京都の龍谷大平安高校と和歌山県の智弁和歌山高校がランクインしました。この2校なんですが、平安高校、もう名門ですよね。この平安高校は夏の大会だけで甲子園で61勝31敗。どんだけ甲子園出てんねんっていうね。また夏の甲子園の出場回数のランキングはまた別の動画でしようと思いますので、今回は出場回数は載せていません。勝利数のみ載せております。そして智弁和歌山、和歌山県ですね、42勝22敗。ね、42勝と61勝で全然違うのにもう優勝3回してるっていうね、この智弁和歌山の凄さがありますよね。やっぱりこの智弁和歌山といえば、やっぱりあの応援のジョックロックですよね。これこれこれ、これこれ。いきますよ。
はい、ということでね、なぜかわからないですけど、すごい気分が悪いんですが、めまいと吐き気がすごいんですけど、智弁和歌山といえばジョックロックが有名ですよね。まあやっぱり強いです。やっぱり打撃がすごいチームなんでね。智弁和歌山はまたね、高島監督が、今歴代の監督で1位かな。またそれもやろうかなと思うんですけど、監督が変わっても、さらに強くなって、監督が変わってさらに守備力と、投手力が上がったなっていう僕は印象ですね。全てを兼ね備えた智弁和歌山、ね、こちら注目ですね。そして龍谷大平安はもう皆さんが知れずと言わずと知れず、もう昔からの高校ですね。こちらもともとは平安高校という名前だったんですけど、龍谷大平安という名前に変わりました。もうどちらもね、夏の風物詩みたいになってますよね。まあ、最近ちょっと夏の大会のね、平安高校の優勝っていうのがだいぶ遠ざかってるんですけどね。はい、その辺また龍谷大平安が復活するのかね、楽しみにしたいと思います。第6位でした。はい、続きまして第5位の発表です。第5位1チームです。優勝回数が4回、第5位はこちら。はい、皆さんこれも言わずと知れてる PL 学園でございます。はい、48勝13敗、13敗ってすごいよね。どうやったらこんなに少ない数になるのっていうね。さすが PL 学園。ただ PL 学園なんですが、2016年か17年にもう高校野球自体の野球はなくなってるんですよね。悲しいんですよね。これ PL 学園がまた復活することを願ってるんですが、2016年の大会で終わっちゃってるんですよね。はい、これが PL 学園です。第5位もうね、KK コンビ、清原桑田コンビ、こちらの時ね、 PL 学園がもう全盛期だと思いますね。元、まあ、その後もね、強い時あったんですが、横浜高校のその松坂投手に敗れた時とかね、本当は優勝できるようなレベルだったんですけど、そちらでは横浜高校に、春も夏もどちらも敗れるというね、準々決勝と準決勝ぐらいかな。で、負けたのかな。はい、残念でした。で、PL 学園第5位です。さすがです、PL 学園。はい、続きまして、第3位。第3位が同率で2チームですね。はい、第3位の発表です。はい、第3位が優勝回数が5回となります。はい、2チームいます。そしてその第3位がこちら。はい、出ましたよ、私の母校松山商業。いやー松山商業がなんと第3位です。そして大阪桐蔭が第3位、同率ですね。もう大阪桐蔭はもう直近で皆さん詳しいじゃないですか。大阪桐蔭これ何がすごいか見てください。38勝6敗。なんじゃこりゃ。なんじゃこりゃ。やばくないですか？だって、6敗ってことは、6回出場してますよね。で、5回ってことは、5回優勝してると負けゼロだから、11回甲子園夏出てるんですよ。この計算上。11回甲子園出て、6回しか負けてないですよ。信じられます？これすごいですよね。夏の甲子園出たら5割ぐらいの確率で優勝してるんですよ。なんじゃこりゃいやすごいなって思います。やっぱ大阪桐蔭は強い。それは強いよ。やっぱいい選手が集まる。うん、それは素晴らしいと思います、本当に。そして私の母校松山商業ね、もう松山商業といえばもう奇跡のバックホームですよね。奇跡のバックホームのちょっと映像あるかな。ちょ、自分の母校だから出したいんですよ。あるかな、映像。映像があれば、映像があれば、だだ。さあ、僕の母校の決勝なんですけどね、この回を抑えれば松山商業が優勝という場面ですね。先頭打者をストライクだと、この歓声すごいですよね。1点差3対2、松山商業が勝っています。この回をゼロに抑えれば松山商業が優勝という場面。ピッチャー2年生の新田寛、三振でこのガッツポーズ、ちょっとガッツポーズが派手なんですけどね。これでワンアウト、あと2人を抑えたら優勝という場面ですね。ちょっとガッツポーズが派手なの気になりますね。まあこれでキャプテンの今井さんが来ますね。もうこれで抑えたら焼き肉おごるからね、見たこんな感じで会話してるんでしょうね、多分ね。さあこれ代打、熊本工業も必死です。負けないと代打を送ってきます。また三振、また同じようなガッツポーズ。ちょっとガッツポーズ取るの早いんですけど気になりますよね。これであと一人、あと一人抑えれば
優勝、全国制覇、また今井さん行きましたね。お前も野球確定だよって言うから、ああ、あと 1人抑えたらな、1人前追加してやろうかなみたいなこと言ってるでしょうね。さあ、あと1人抑えたら優勝、熊本工業はもう後がないという場面で、次のバッターが、なんと1年生、次のバッターが1年生、この1年生を抑えれば、松山商業は優勝という場面、ピッチャーは2年生の新田さん、バッターは1年生です。初球これです。いい当たり、もうサード座り込んでます。なんと起死回生の同点ホームラン、しかも打ったのは1年生で初球、もう膝から崩れ落ちてますね、新田さんもね。これも名場面です。ここからドラマが始まるんですよね、奇跡のバックホームの。これで同点、あと1人でアウトという場面で1年生のホームランでなんと同点に追いつきます。岡山さん、いや素晴らしいです。僕もこの時小学校の時だったんですけどね、鳥肌が止まりませんでしたね。そしてまさかこの後ね、また鳥肌が止まるようなシーンが来るとは思いませんでした。この見事なホームラン、打った瞬間もサード座り込んでますよね。そしてスタンドインした瞬間、ピッチャーの新田さんもこのリアクションですね。そうなりますよね。でもまだ試合が終わったわけじゃないのでね、決してこのリアクションは取らない方がいいに越したことはないんですけどね、この場面ですからね。はい、そして延長に入りまして10回の裏、ピッチャー新田君もうストライク入りません。もう慌ててる状態で、この今井さんがね、こうやってこう声かけるんですよ。この声かけがすごい大事なんですよね。やっぱりチームキャプテン、チームの柱ということでね、この声かけですごい助けられた、幾度も助けられたと僕は思っています。こちらがエースピッチャーの渡辺さん、現在ライトを守っておりますね。この声かけをきっかけにストライクが入らない、でもなんとか抑えないと良くないんですよね。もう先頭を出すと本当にもう7割ぐらいの確率で1点入って、もうこれ1点取られたらサヨナラ負けなんでね、優勝と準優勝は大きな違いがありますから、ここは力が入るところですが、冷静に冷静に投げないといけない場面。裏の守り、2年生のこの新田投手には負担がかかります。ここでストライク、ここでねストライクを投げられるっていうのが松山商業でマウンドに上がる資格だと思いますね。僕はまたストライク、素晴らしい、さすが新田さんですね。そして 2-3 追い込んでから松山商業流れが来たかなと思ったら、ここで打つんですよね、熊本工業。これがツーベースで長打となります。いやそれはこの喜びですよ。もうこの場面でほぼ熊本工業に勝ちが近づいたと僕は思っても過言ではないと思います。ちょっともう精神的にやられてそんなに言ったさん。そしてここから伝統の松山商業の守りが始まります。まずピッチャーの新田さんを変え、ライトに守っていたエースの渡辺さんがマウンドに上がります。これね、2年生すいません、あとよろしくお願いしますって言ったんですけど、あれ聞いてるのか先輩、ちょっともう一回声かけようという感じでこう言ってね、先輩すいません迷惑かけますって、あとよろしくお願いしますって、分かったってうなずきましたね。それを聞いたうなずいたのし、ね、アンドに、まあ、ライトに行くんですけど、内心はね、いや本当に先輩たちに申し訳ないことしたなっていうね、あもうこれこのシーン泣きそうになるんですけどね、ライトに行った新田さんがね、いや今、まあ、得意のスライダーこのリアクションなんです。ああ泣きそう、やばい、俺が泣きそうになります。本当に気持ちすごいお察しします。ですがね、まだ試合が終わったわけではないので、気持ちを切り替えて頑張らないといけない澤田監督ですね。僕の高校の時の監督さんでした、澤田監督、名門です、名将です。さあそしてここから伝統の守りが始まります。ノーアウトランナー二塁で絶対にバントでワンアウト三塁、そのバントをさせまいとこの牽制です。まずはショートが入る牽制、そして次にもう一度牽制、次はセカンドが入る牽制ですね。ランナーのリードを縮めてバントを三塁でアウトにさせようという作戦なんですよね。こうやって何回も牽制をしてリードを縮めて、そしてバントをさせるときにサードが猛チャージをしてくるんですよ。
このバントでこのサードが猛チャージするんですが、ここでアウトできない。流れが松山商に行くかと思いきや、熊本工業の走塁も見事、あんだけの牽制されながらもしっかりサードに、ランナーを進めることができた。松山商業も守りで攻め、熊本工業も攻撃で攻める、これが素晴らしいですね。伝統の松山商業の守りです。そしてここで伝令が走ります。ワンアウトランナー3塁、1点入ったらおしまいなので、もう残りのランナーを全員敬遠して塁を埋めようという作戦ですね。ランナー3塁だけと満塁だと満塁の方が守りやすいんですよね。ホームプレーが、クロスプレーと、ベースを踏むだけでいいで、このアウトの違い、取り方が違うので、ここは満塁策が、妥当かなとは思います。ただこれはもう断然熊本工業が優勝に近づくと言っても過言ではない。もうこんなに泣いてますね、松山商業の生徒も。あ、もうすごい、めっちゃ応援してくれてる、羨ましい。さあ、これね、作戦もきっちり考えた上でもう一回ミーティングして、ね、さあ頑張ろうと。もうここからはもうちょっと僕のアフレコなしでいきます。ここから実況込みで皆さんじっくり聞いてください。やるんだっていうことを聞いてですね、すごいチームだなと思ったことがあるんですが、伝統の松山商業、こういう練習っていうのは当然してきてますよね。やってると思いますね。さあ、しかし一つのミスも許されない状況で、熊本工業3番の本田、一人ホームを踏めばさよなら。その瞬間に熊本工業の初優勝が決まります。これはなかなか難しいところで、やはりライトを変えますかね。ライト変えますね、はい、新田選手が今小走りに来ました。ライトのポジションには背番号9番をつけました矢野が入ります。ここまで投げてきた新田投手が渡辺先輩に対して一言声をかけてから、この拍手を受けて三塁側のベンチに戻りました。ただこの左バッターの本田君はですね、はい、インコースをそのうまく打てる選手だということを頭の中に入れた方がいいですね。脇を非常に絞ってうまいバッティングをします。なるほど。ワンアウトフルベース、前進守備の内野陣、プレーが再開される10回の裏、熊本工業3番の本田、いった、これは文句なし。しかし戻される、ライト変わった矢野、タッチアップだ、バックホームはどうだ、アウト、アウト。なんとダブルプレー、やった矢野、変わった矢野がやりました。風に押し戻され、そしてすごいバックホーム、なんとなんと3対3のまま甲子園、甲子園大歓声、まさかというプレーでした。原田さん、はい、私思わずこれは文句なしと言ってしまいました。大変失礼した実況をしたんですけども、風で押し戻されたとはいえよもやと思いましたが、まあ、私自身ね、今これね、両手に鳥肌立ってるんですよね、はいはい、まあ今のはね、もう一回見ましょう、ね、これすごいでしょう、このシーン、もう感動なんですけど、ノーバンで、これね、判定がすごい微妙なところなんですよ。熊本県勢の人たちはね、これ絶対セーフだろって、でもこれよく見てください、これスローにしたんですけど、取ってるんですよ、もうアウトなんですよ。これをしっかり、これもう今まだベース踏んでませんからね、ランナーが。これをアウトとしっかりジャッジした審判がすごいなって思いました。もちろんライトの矢野さんもすごいですが、審判がすごいなって僕は思いました。はい、見ていただいたでしょうか。これが私の母校ですよ。あの決勝の7場面であれができるね、矢野さん、何回か一緒に飲んだことありますが、本当に素晴らしい人ですね。はい。そして松山商業といえば、大正、昭和、平成の三元号で優勝すべてしている全国で唯一の高校です。なんでこの令和のうちに松山商業頼むから優勝して全国で一回でいいからしてください。本当にこれかかってるから大事、本当大事。令和頼む。もうここ最近甲子園出れてないんですよ。
あの、甲子園最近で出たって言ったらもうだいぶ前なんです。僕が中学校ぐらいの時なんですよね。プロ野球選手になった、安倍健太投手を用いて、ベスト4、甲子園ベスト4で負けたんですね。その時の対戦相手が近江高校でした。で、その時優勝したのが日大三高ですね。松山翔吾、それ以来甲子園出てないのでぜひ頑張ってください。令和、絶対甲子園出て1回でいいから優勝してください。4言語お願いします。もう、これできるのは松山商業だけです。全国で松山商業だけ。お願いします。はい、第3位でした。そして続きまして、優勝回数が第2位のところ。優勝回数6回です。そちらの高校がこちら。広島商業。はい、商業高校やっぱり強いですね。広島商業、こちらも松山商業と一緒で古豪になります。甲子園通算夏の大会が43勝16敗で6回優勝。もうこれはね、高校野球ファンなら誰しもわかりますし、今年の春出てましたね。1回戦勝ったんですが、2回戦大阪桐蔭戦で、集団コロナになってしまって、試合ができない状態で負けてしまうという悲しい、記憶になりますが、夏の大会、ただね、広島今年広陵がいるんですよね。広陵も強いんで、夏の甲子園出れるかわからないんですが、広島商業には広陵を倒して夏頑張ってほしいなって思います。夏の大会注目校です。はい、そして第1位、第1位が優勝回数が7回、1校です。その優勝回数1位が、もう皆さん誰しもが知っている高校です。こちら。はい。中京大中京高校、78勝21敗。素晴らしい !78、もう100勝いきますよ、これ。中京大中京は今でも甲子園出ますから、100勝に一番近い高校じゃないかなと思います。大阪桐蔭がまだね、優勝回数が多いですけど、まだ38勝なんですよね。やっぱり100勝、夏の大会100勝に一番近いのはこの中京大中京かなって思います。はい。これはもう今でも強いです。直近で言ったら堂林投手、今広島にいる堂林選手が甲子園で優勝した時ですね。思い出しますよね。10対9で日本文理に決勝勝ったんですけど、最終回に一点差まで追いつかれて逆転されるんじゃないかっていうね、皆さんの記憶にも残っている夏の決勝、その優勝したのが中京大中京でした。第一です。おめでとうございます。はい、ということでこんな感じでね、夏に強い高校ってあるんですよ。秋とか春は弱くて、今年のね、例えば松山商業、この松山商業、僕の母校ですけど、夏将軍って言われてるんですよ。これどういう意味かというと、秋と春は本当に地方大会1回戦で負けたりするんですよ。そうで、夏の大会の県予選、ノーシード。シード校じゃないのに、優勝するんですよ。で、そのまま、甲子園で優勝するんですよ。これが、夏将軍って言われる。夏に必ず強くなる、高校。それが、まあ、この、中京大中京さんであったり、広島商業であったり、松山商業であったりっていうとこかなと。大阪桐蔭は春夏全部強いですよね。そういった感じで、夏に強い高校っていうのもありますので、それも夏の大会の地方大会の前に予想しながら、みんなでね、夏の大会を楽しめたらなって思います。はい、ということで以上、こちらね、優勝回数の別の夏の大会のランキングでした。ということでね、このチャンネルが面白いなと思ってくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。本当に本当にお願いします。春の甲子園が終わった瞬間、チャンネル登録者数が3人減りました。テイク